リングスパイダー。さあ小さなこのトランポリンを越えて初めてこの腰がジャンピングスパイダー、初めてこの腰がジャンピングスパイダー。台湾の DNC 体足りない。長島中学美咲先生が飛ぶ。アメリカからやってきたバスケ教師レニー、修行中の中学3年生、最年少クリアするぞ。森本裕介15歳。さあ若さとそれから勢いと冷静さを併せ持ちます。ここは難関だ。修行中中学3年生森本、中学3年生森本、森本、中3修行中森本。まだまだ修行を積んで、はい、またぜひチャレンジしてください。またチャレンジしたいと思います。はい、待ってます。埼玉市からやってきた運送業、高橋健二31歳。ジャンピングスパイダーです。多くの強者が飲み込まれた。さあトングだ、さあトング、前回のファイナリストトングがここで落ちてしまった。前回サードステージ進出の埼玉の運送業コングエクスプレス、コング高橋までもがここでふるいにかけられてしまうとは。さあ漆原、100番の責任としてこのファーストステージは絶対に行かなければいけない。前回今回と100番をつけた。さあ時間は1分20秒を切る。漆原が行きます。あっ危なーっと行きます。漆原が行きます。あっ危なーっと、セーフだセーフだセーフだ。さあ100番漆原気を取り直す。さあどうだ、残りは1分。空中に設けられた巨大な滑り台、フライングシュートだ。2人目、残りは30秒切った。フライングシュート、しがみつきました。どれだけ貯金を積み立てたのか、ここから問われます。フライングシュート止めた川田さん、フライングシュート止めた川田さん。予選会3位通過の男の登場、塗装業又地亮19歳。予選会第3位又地超えてフライングシュートに来た。さあ又地のフライングシュート、絡みついた絡みついた。さあ向こう側のロープ反動をつけなければいけない。残りゃ反動をつけなければいけない。残りゃ焦った。仲間たちの声援を受ける、ここに来られなかった仲間たち、予選で散った仲間たちの思いも一気にこのフライングシュート、この一本の綱しがみついた。そして勢いをつけて向こう側に渡ろうとした。一気に勝負に出た又地、飛びつこうとしたが飛びつけず。さあマッスル羽賀がいきます。さあ前回涙を飲んだこのフライングシュート、前回はここでまさかのリタイア、今回はどうだ。フライングシュート挑む羽賀智也、スピードはどうだ、なんと挑む羽賀智也、スピードはどうだ、なんと振り落とされてしまった。まさにゴムまりのようにこの一旦ロープに当たった羽賀の体が反動でもって空中に放り出されてしまいました。34歳池谷直樹、さあフライングシュートだ。ここは実力者たちを飲んでいるが、ここは池谷スピードをうまく調節、なんとここは池谷スピードをうまく調節、なんと勢い余った、飛び出してしまった池谷。天地55キロ、漆原の挑戦はメダルスピン、森本裕介高知大学。さあ続いてメダルスピンだ、捕まった捕まった。多くの選手たちを飲み込んできたメダルスピン、しかし池谷は
しっかりと掴んで離さなかった。しかし大丈夫、飛び移りは怖い。バランスタンク、ここまではやや慎重なものの、一気に100番の重みを最も身に染みて、このセカンドステージへとやってまいりました。みんなの期待を込めて進んでいく長野誠。さあメタルスピンだ、飛びついていった、メタルスピンだ、飛びついていった、長野誠、何があったんだ。最も完全制覇が近いと言われた長野誠、初めてセカンドステージで散りました。言ってた通りのとこでしたね。サスケ完全制覇の毛ガニの秋山和彦登場。煙の中から現れた、体を大きく振って着地。さあ急ぎたいメタルスピンです。いよいよメタルスピン、あたりは真っ暗闇になりました。飛び込んだ秋山。さあこのメタルスピン飛び込んだ、チェーンには捕まったんですがこぼれ落ちた。掴んだと思ったら伸びたんで、その分経験初めてだったっていうのがあったのかもしれないですけど。さあここの当たりはどうでしょうか。人間シューキーパーと言われるボディープロップ、初お目見えであります。さあ出ていきました、出ていきました。慎重に攻めていきます。もう一度空白があります、感覚があります。ここはじっと見てやってまいりました。この2006年の秋はファイナルへの切符をしかと手のひらに握るべく、白鳥文平39歳が行きます。その白鳥文平にとってまさにサスケとは人生そのもの。その白鳥が行きますボディープロップ、このサスケのサードステージ、あっと白鳥が歯を食いしばっている、歯を食いしばっています白鳥。さあ進んできた、進んできた、半分の地点までは来ているが、なんで、おい、どうした、嘘。この辺りでかなり表情を苦しそうにしていた、そして膝が震えて腕が震えて、まさかこの白鳥文平がサードステージのボディープロップで落ちてしまうとは。誰もが今まさかと思ったと思うんですけども、何言っていいのかちょっと分かんないですね今。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。